どうもこんにちは、ドッグトレーナー翔吾です。今日は、ワンちゃんの、ね、前の保護犬を、引き出しますっていうのがちょっとできなくなっちゃいましたっていうことだったんですけど、今日ね、引き出しに、来た子が、今日ちょっとね、ものすごい臆病な子らしいんですけど、今からね、その子を引き出して、これからね、トレーニングを入れて譲渡までの、流れをやっていきたいと思うんですけど、じゃ今からお迎えに行ってみたいと思います。でも、もうその子に関しては、本当にご存知かな、なんですけど、その人のあれで預かってる、その人にお願いと言って最初預かったんですけど、はいはい、もう本当にちょっとまあ、頭を悩ましてるから、里親募集までいけるんですかねっていう。でもこのぐらいなら全然、そうですか、なんだろう、その全然出てこれないとかっていうレベルで、はい、本当にひどいの相当してたんで。そうですか、このぐらい出てこれるんだったら全然。もう1年経ってやっとこの状態ですね。もう最初はもう突っ伏してて顔も見せない感じだったんですけど、で触るとおしっこを打ち漏らしてたんですけど、でブルブル震えてたんですけど、最近はちょっとおやつを手から取って逃げていくぐらいになりました。でも全く呼んでも来ないし、コミュニケーションは全く取れないです。全然大丈夫です。触ろうとすると逃げるし、そんな感じですね。でただリードがつけられないので、リードつけて引っ張るとちょっと恐怖があるのが来るんですよ。来っちゃうんですよ、手に変わっていくのが楽しみにする。ちなみに、はい、どういった経緯で来た子なんですか、この子自体は。野犬でお母さんとこの子と毎月男の子だったら娘とかの兄弟で3頭で見れてたのを、なんかセンターが捕まえたらしいんですよ、お母さん、はい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 、それでセンターがお母さんだけ引っ張っていっちゃったもんで、2匹残った子供がなんか近所のお家にご飯を食べるように来て、ワンちゃん飼ってるお家に行ったらしいんですけど、もう1頭は、もうちょっとマシだったらしいんですよ。やっぱり慣れてるわけじゃないけど、おいでって言ったら来るぐらいの。でそこの方がそのもう1頭の方はじゃあ飼ってあげようって言って、一緒に帰るからって言って飼ってくれたんですけど、この子はもう人なんか来たいたって寄ってくるような子じゃなかったので、ご飯食べてさーって逃げていっちゃう。でしょっちゅう来てたっていうことで、いろんなものが来ないし、でそこのうちの人が、まあ、捕まえたいんだけどどうしたらいいだろうかっていうことで、に相談が来て、それでセンターに捕獲器を借りて、はい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 、で捕獲したんですね。それで捕獲して、でセンターが1回連れてって避妊去勢をしてくれたっていう。でその後誰に預かってもらおうっていうところで、預かり先がないからっていうことでうちに話が来て、でお願いできるっていうことで預かったのが、まあ、いきさつなんですけど。なるほどなるほど、はい。もともとは野犬をやってたから特になんかそういう経歴があるわけではないですね、なんか虐待とかなんとかっていうのはあるわけじゃなくて、ないですね、もう野犬で本当に放浪してて、目の前でお母さんが捕まって連れてかれたとか、いろんなトラウマがあるんでしょうけど、だからもう本当に野生なんです。はい、どうぞ。はい、はい、では、ワンちゃん連れてきました。で、自分のね、見た感じだとやっぱりまだね、こういろんな経験をしたことがないからか、ちょっとビクビクしてるような、ね、イメージはあるんですけど、この先ね、うちで連れてっていろんな経験をしていく中でね、どんな風に変わっていくかって自分もものすごく楽しみなんですけどね、これから一緒に頑張っていくね、動画を載せていきたいと思いますね。ぜひ皆さんもお楽しみに、よろしくお願いいたします。